はい。それでは、ジャパンカップと K-Han-Hai 本チャン、はい、ほんちゃん行きましょう。今日、今日と2戦 SDX。はい。えー、っと、コメント書きましたけど、フィーデル3着鼻されってらっしゃるな。刺した思って、もうー、生まれん、わーわー言ってんやけど。3着でした。すいません。<laughs> はい。ということで、今日としまして、本チャン行きましょう。レッツゴー はい。えー、ジャパンカップですけど、暫定ですけど、一旦コントレール、主軸、3連単頭にシーを置いて、今1.7倍か。はい。えー、シャフリーアール、オーソリティ、そして、えー、一刀軸、五刀流しかな。えー、奇跡、ユーバーレーベン、ワグネリアン。人気いうとここら辺か。アリストテレスとか、ブルーム、ががが外国馬が、二刀抜いた。このぐらいかな。まあ、グランドグローリー向いてるもん、いて。まあまあ、ワグネリアンがちょっとね、お人気ないんで、まあ、こんなもんか。はい。 えー、奇跡が、えー、おととしのジャパンカップ以来やったっけえー、2019年やったっけやはりい,いつやった ?2018 年もしかしてあれ。あ、18年や、3年前か。はい。えー、ナーモンドアイ2着なんで、悪くないんですよね、もともとね。まあ、前世紀は過ぎたといいえ、えー、粘れば前走みたいにね、ちょっと時計かかるところとかやったら強そうなで、まあ、このジャパンカップは時計かかるとは言えないんですけど、 宝石ねも5着ですし、まあちょっと離されてる程度は悪くない競馬続いてるんで、去年はちょっとね、あの、お逃げすぎて8着やったんで、頑張ってください。ちょっと今回右も不在ってことで、うまいこと逃げたら面白そうやなと思ってます。はい、和田龍さんが2層目も乗りますんで、よろしくお願いします。はい。で、あとはね、えー、まダービーは4頭なる出る中で、沈黙してるのがこのままかな、8枠17番っていう不利な枠を、えー、過去にダービーでやってるけたこの枠にニるんですね。まあ、ピークは間違いなく過ぎてるんですけど。 はいえー、ダービン特有の八王子は死に番と言われながら、えー、勝ちました。はい、で、まあえー、神戸新米の後ね、怪我やったっけ、下ター作大阪杯から直行してスタートしたんですけど、えーとまあ、その後ジャパンカップ、やっぱ、えー、翌年か。 えー、おバオボボ得意なバオじゃないとこ3着。で、その後大阪杯、宝塗記念、京都記念ちょっと走れましたけど、ま休みは休み走って、しかもこれ、舞台が今、富士ステークスまで全く、大手な舞台ずっと走ってるんですよね。これで旬が過ぎたっていうのは多分早いと思うんですよ。ですね。東京に走らせろよでね。ジャパンカップ開けた後の2020年、いわゆる去年の大阪杯も、阪神2000メートル早い時は間違いなく合わなかったとこ5着なんですよね、やっぱね。はい。えー、そこを、 えー、今年もしかもオー,バーで走りました。それは全く合わないわけです。もう走るの諦めてるんで。はい。富士ステークスはまあまあ、いい刺激になったかなと思ってます。別に富士ステークス走ったからここ買おうとかではなくて。はい。えー、もう東京24は今んとこ、えー、2回走って、2回と馬券絡んでますんで、チャンスあるかなと思ってます。三ン戸崎ケイティさん、8枠のプロ、そしてカヌーコマカットホールディングス、戸崎さんと言いました。 そうですね、えー、ちょっと待ってくださいね。そうですね。あの方ですね。あの方ですよね。そうで破壊取りですよね。これね。はい。金子マコットとさっき、そうしたちは、う撃きやつなんでよろしくお願いします。一番カップを飲みしておきましょうか。かあとはまあ人気の三連服は押さえとこうかな。5倍ぐらいだったっけここね。えー、247の三連服はちょっと厚めに貼っといたらいいでしょう。はい、えー。あと、軽半杯ですけど、主軸決まらなかったんで、一応44のフォーメーションからいきましょう。三連服ですね。ちなみに、三連だとちょっと無理だと思うんで。 三連複四四前で行こうかな、思ってます。一投目まずし、バージちゃんです。あ、内輪から行きますね。はい、で、スプレーから3着。これ強かったと思います。えー、4着以下に1馬身以上、2馬身以上か、話してますん、ね、で。まあ、これは強いでしょう、ってところ。まあ、板のところ、阪神開催。今、多分ちょうどいいところですね。はい。 はいえー、あと2投目、えー、ミッキー・ブリランテですね、これ、酒井さん、矢作さんコンビ、龍、え、勢、ー、矢萩コンビですね、和田龍さんがついに解放されたんで、はい、えー、もともと半径は飲食っていう、半身移籍ね、悪くないんですよね、前走 G1 だったんですけど、えー、スタートちょっとね、出遅れてもうたんで、まあ、ちょんであの、この超スピードの G1 決着が、さすがに厳しいってなると、ここ巻き会社全然あると思うんですよ。 屋根の折りかわり矢ウセンス覚えておいてください。あと3投目。まあ、これはいるか。これは抑えとこう。レイハリアね。これは今上がりうなんで抑えときましょう。無条件に抑えときます。外トワク発想ですけど、あの、今、え阪、ー、神、うちがそんなによろしゅうないんで、ソトワは悪くはないスタートかなと思ってます。前走も結局先行だったんですけど、12番のワ番から買ってますんで、悪くないと思います。確か前走あれやんな。結構外へ回して先行して買ったんちゃうかったっこれ。ちゃう ごめん打ち合ったっすみません打ち合ったごめん打ち合ったごめんさい打ち合った,打ち,合った打ち目で打ち目が外も持って行ったの最後なあ持って行ってるけど持って行ってない違うかす,すみません結構適当やったこれ結構適当でしたはい、えー、もう一ともう1個外なんですけどライトン9ですね8ヶ月58キロまあでも金量でてもシルクロード57.5で2着きました お外行きに来るのはこの馬かなと思ってます。デンソー4番人気17着、こ鼻出血だったらしいですけど、古木下乗り戻しっていうところと、まあ、キーランドカップもそうですけど、やっぱ外差し、えー、UHB 賞もそうですけど、外から、えー、競馬、非常に上手い馬です。まあ、うちでもそば切るんですけど、今の、この外からでも回せる舞台ならあるかなと思ってます。えー、8ヶ月、そして鼻出血分けって言っただけで 10番、えー、人気でしょうん、舐められてますよね。はい。えー、しかも、この舞台、直行っていうところで調整考えると、この舞台だと、スプリンターズも需要もないんで、もうここ、明治仕上げのはずなんですよね。動きも51秒に8ハロン、8ハロン、じゃいや、4ハロン、8ハロンでね。 はい。えー、十分だと思ってます。はい。えー、なかなか早い時計。これ、ちなみにさ、この長期インナって意味さ、このさ、まん、左側で足玉がさ、これあれ遮光したのこれ。あ、びっくりして,てた、そっち。すいませんで。<laughs> ちょっと、すいませんで、うちに引っ込んでたら、あの、あ、関係ないか。<laughs> 関係ないところでした。ありがとうございました。こちら一応、4、4、前で、暫定ですよ。暫定で4等軸でいくと、3連符ね。多分ね、40点やったな、これ。4、4、えー、10か。40点ですね。 よろしくお願いします。まあ、ガミもあるけど、多分ガミで人気ドりル来ることはそ,そ,そ,そこまでないと思う、多分。まあ、オールワッターンスか。ガリエまで行くとこのままやってないわけよな。どうでしょうかね。オールワッターンスもありえるか。はい。ということで、このまま押しけましょうか。ま,あ、また私は本チャンネルを置いてから来ましょう。ジャパンカップは多分内め。いや、けどワグネリアンだけど外でも。ダービーバー。え、まか引き寄るんやったけど、もう一頭。ダービーバー。 マカ引きと、シャフリアルコントレールか。まあでも、マカ引きやらもやったワグネリアンかな。前走も買ってもうたもんな。金熊こと,とも一級車でどっちがこっち本気かっていうとワグネリアンちゃうかな。マカ引きも前走買ってもうたからもういいですよ、これ。で、ジャパンカップこのまなんか走って全然なので。うん。ワグネリアンはまだジャパンカップはあの3着で走ってないんでチャンスあると思ってますよ。うん、前走も悪くなかったね、6着ね。よろしくお願いします。ということで、また明日ライブでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。